あれ？ホロライブ外、確かに、あれ？ホロメン、間違ってホロメン呼んでしまったかもしれないぞ。今日のゲスト。ということで、まあ、そろそろ皆さんもね、出てきていただきたいと思うので、ゲストの方をお呼びしていきたいと思います。前回の葵さんからのご紹介で、しぐれういママ先生でーす。どうぞー。お昼休みはウキウキも。あ、ダメですか。ダメですか。なんかどっかで聞いたことがあるような、ないような、曲でございましたけれども。気分が乗っちゃった感じ。でもそんなね、なんかウキウキな感じで来てもらえて、嬉しいです。ありがとうございます。イエーイ、しぐれういでーす。イエーイ、ういママ先生やったー。呼ばれるとは、嬉しい。嬉しい。いやでもちょっとこの番組のテイストをちょっと無視してしまった可能性があり、ういママ先生、そういえばホロライブメンバーだったかもしれねえ。そんなわけねえんだよな。そんなわけね。でもみんな言ってますよ。ホロメンじゃないって。おかしいかも。おかしいかも。みんながおかしいか。そっか。スバル先輩のね、ママでいらっしゃいまして。そうよ。そうよ。はい。なんですけどね、まあ、もうみんないろんなね、メンバーとコラボしていたりとか、ね、トツとかにもね、いらしてたりとかで、もうホロメンと言っても過言ではないみたいなね、ういママ先生に今日はお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ、イエーイ、イエーイ。